こんにちは。今回学生リポーターを務める福井大学の川島です。今回の北陸新幹線 NOW は福井市からお送りします。それでは早速ゴーゴー。川島リポーターがやってきたのは JR 福井駅。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。北陸新幹線の福井駅はどのようになるのですか？はい、まずこちらをご覧ください。これは北陸新幹線福井駅の外観イメージ図です。太古から未来へ、悠久の歴史と自然が見える駅をコンセプトにデザインされました。温かみのあるデザインですね。そうですね。一乗谷朝倉市遺跡や永平寺で見られる唐門をモチーフとした木製のパーツと明るく開放的なガラス面を組み合わせた福井の歴史を感じることができるデザインになっています。福井らしい素敵な駅になりそうですね。周りを見てみると駅舎以外にも工場を行うみたいですね。福井市では駅を利用する方のおもてなしや県内全域の観光情報を発信する施設を作ります。この施設は北陸新幹線福井駅舎と一体となっています。こちらが内観のイメージです。新幹線福井駅のコンコースと一体となった空間となっています。続いてこちらが屋上のイメージです。新幹線の発着を間近で見られる作りになっています。完成が待ち遠しいですね。そうですね。令和5年春の北陸新幹線開業に向けて着実に工事を進めています。駅の西口でも再開発工事などが進められています。駅周辺の交流拠点としてオープンしたパピリンでは様々なにぎわいづくりの取り組みが行われています。ぜひ話を聞いてみてください。それでは行ってきます。続いて川島リポーターがやってきたのは福井駅西口のパピリン。こんにちは。こんにちは。こちらではどのような取り組みをしているんですか？はい、ハピリンの屋根付き広場ハピテラスでは駅前を盛り上げるために年間を通して、メロン祭りとかアゲフェスなどさまざまなイベントを行っています。特にアゲフェスについては今年度初めて実施したんですけれども、50年以上にわたって消費量が日本一である福井の厚揚げの魅力を今一度クローズアップをして全国に発信していこうということで実施いたしました。当日荷揚げ食べ比べコーナーを設けたんですけれども、800食が2時間余りで売り切れてしまうなど大変な賑わいとなりました。すごく盛り上がったんですね。すごい盛り上がりで、もう予想以上の盛況でした。ぜひ私も行ってみたいです。はい、これからも、県内の人はもとより県外の人にも喜んでもらえるようなイベントをどんどんやっていきたいと思ってます。福井駅周辺で進む新幹線開業に向けた取り組み状況を学んだ川島リポーター。次回の放送では福井市の観光情報発信の拠点である観光案内所と、昨年夏に福井で初めて開催された都市型フェスの話を聞きました。次回放送は1月26日です。ぜひご覧ください。